Thank you.
Thank you.
7番ライト菊池裕太君、ライト菊池君背番号24。シートの変更をお知らせいたします。ファーストの横手くんがライトへ、ライトの菊池くんがファーストへ入ります。4番ライト横手太郎くん番号10、7番ファースト菊池裕太くん背番号24。以上のように変わります。東京中央ボーイズの攻撃は5番レフト日村優斗君、レフト日村君背番号8。セカンド今野篤人くん、セカンド今野くん背番号4。
優馬くん背番号11Thank you.
君、背番号36。Thank you.
4番センター井戸郁。
表東京中央ボーイズの攻撃は8番ピッチャー角田くん。Yeah!
レフト和田君、背番号9。選手の交代をお知らせいたします。ピッチャーの横山大夢君に代わりまして、失礼いたしました、ピッチャーの角田翔君に代わりまして、田頭圭介君が入り、ライトの川島優君がピッチャーに代わります。3番、ピッチャー川島優君、背番号3。4番、失礼いたしました、8番、ライト田頭圭介君、背番号9。以上のように入ります。2番、センター平川君。
4番ライト横手くん。じゃあ、川島くん。
6番
間裕太くんが入ります。バッターは三間裕太くん、背番号46。東京中央ボーイズ守備位置の変更をお知らせいたします。ピッチャーの川島優君がファーストへ、ファーストの横山弘夢君がピッチャーに参ります。3番ファースト川島優君、背番号3。4番ピッチャー横山弘夢君、背番号1。
2対10で江戸川南ボーイズが勝ちました。14分です。